アリウス・アリウスは、アレクサンドリアの司祭で、古代のキリスト教、アリウス主義の提唱者。古典ギリシア語の再建から、アレオスとも呼ばれる。アリウスは、リビアの出身であるが、アンティオキアの長老で後に殉教者となった神学者、ルキアノスに学び、後にアレクサンドリアへ渡り、聖職に就いた。巧みな話術と的、的な態度で人気となり、 エジプトから、オリエント地方全域に従属主義的な教えを広めた。このことから、アレクサンドリアの主教、アレクサンドロスの怒りを買い、アリウスは321年の主教会議にて波紋となり、イリュリクムへ追放される。325年、第一二回野工会議にて、コンスタンティノス一世は、アリウスの広めた教えを遺端とし、アリウス及びその同調者の波紋を正式に決定した。 その後、反二回ら派の指導者にコメディアのエウセピオスの仲裁などにより復帰を許されたが、コンスタンティノープルで336年死亡した。アリウス派の教義に基づいたバプテスマを描いた絵、アリウス論争は318から9年頃起こった。アリウスは、こなるイエス・キリストが生まれたものであれば父なる神と同質ではありえないとする、ユダヤ教同様の厳格な唯一心境を説いた。 それに対し、主教、アレクサンドロス、アタナシオスラニカイア派は、キリストの誕生を、人間のそれと同一に考えるべきではないとし、父と子は、同質とする三位一体論を説いた。325年のニカイア公会議で、アリウスの教えは、一端とされ、その際採択された、ニカイア信条により神である父と子であるキリストは、同質であることが確認された。 一応の決着は見られたが、その教えを信奉するアリウス派は多く、その死後もアノモイオス派、ホモイオス派、ホモイシオス派の三派に分裂しつつも、勢力を保った。これらのアリウス派とニカイア信条を擁護する、ニカイア派の構想に宮廷を取り巻く清争とも、絡み合い、複雑多岐な宗教政治的紛争が長く続いた。しかしニカイア派皇帝テオドシウス一世が、 経緯につくと事態は一変した。藩がアリウス派とも呼ばれた、ホモユシオス派とニカヤ派が若い、連合し、381年の第一、コンスタンティノポリス公会議において、エウノミオス派、アリウス派、プネウマトマコイ派、サベリウス派、アポリナリオス派、その他の移説派を禁止することになった。さらに451年に開催された、カルケドン公会議においても、 再度異んであることが確認された。ありがとうございます。